政府がアメリカ軍普天間飛行場の移設先とした沖縄県名護市辺野古沿岸部の埋め立てに向け、沖縄防衛局は12日、中断していた海底ボーリング調査を再開しました。午前8時過ぎから沖合の船の上で数人が作業を始め、10時半ごろに掘削が始まりました。去年行われた知事選挙や衆議院選挙の沖縄の4つの小選挙区で反対派がすべて勝ちながら、移設を強行する政府の姿勢に地元は反発を強めています。沖縄防衛局は3月末としていた調査期限の延期を検討していますが、政府は埋め立て工事を夏ごろにも始めたい考えで、埋め立てる地盤の強さや地質を調べて設計に反映します。海底ボーリング調査は去年8月に始まり、9月中旬から天候の悪化などで中断されていました。